元祖長浜屋は、福岡県福岡市中央区長浜2丁目5番38号に店舗を構えるラーメン店。長浜ラーメン系では最も古い。創業者の坂木原松尾が太平洋戦争後に名古屋の闇市で知り合った台湾人からラーメンの作り方と豚をすべて使うという出汁の取り方を教わる。ここで教わったことが、後の屋台出店のきっかけとなる。 1952年秋に商売を始めるため、名古屋から博多へ向かう。その後に屋台を買い付け、同年冬に博多駅前で屋台を始めるも全く売れず、中末屋台を移すも売り上げは、ほとんどなかった。博多区大浜にある魚市場前に屋台を移すと、市場で働く人の朝食となり繁盛する。1955年6月に魚市場が長浜へ移転。 それに伴い屋台も長浜に移動し、人の出入りが多い魚市場西門前で営業するようになる。客層も市場関係者が中心であったが、1965年の夕刊福日に受験生が長浜屋でラーメンを食べて合格したというエピソードが掲載されてから他のメディアの取材も増え、市場以外の客も訪れるようになったという。1974年に、 長浜の屋台通りで屋台から店舗へ転換して営業開始。2年後には支店もオープンする。1983年頃から松尾が糖尿病にかかり、翌年の7月13日に死去する。入院中は妻清子が病室までスープを持って行かせ、松尾に味見させていたという。死去後は妻清子が経営を引き継ぎ、 1999年まで店に立っていた。その後、松尾の娘である山本和子が後を継ぎ三代目社長となったが、2007年6月に和子の体調不良により、麺が作れなくなり一時的に閉店した際には、西日本新聞が社会面トップで扱い、インターネット上で行われた存続署名運動や和子のインタビューを掲載した。J キャストニュースでは前日の内容のほか、九州ラーメン研究会代表の原達郎へインタビューを行い、原は以下のように語っている。元祖長浜屋は福岡のシンボルで無形文化財と言っていい存在で私も絶対に店を閉めてほしくない。原達郎 J キャストニュースインタビュー2008年1月に、 小麦価格高騰から替え玉を50円から100円にへ30年ぶりに値上げした際には、ちょっとした騒動として1店舗の値上げが各市に取り上げられた。2008年4月には、道路拡張工事に伴い本店が閉店し、支店だけとなる。2010年3月に元祖、長浜屋支店が閉店、同年5月、元祖、長浜屋が現在地で開店する。 元祖長浜屋ラーメン、長浜ラーメンを提供する。メニューはラーメンのみで席に着くとラーメンが出てくる速さだという。使われている麺は細麺で日本で最初に開発している。市場の人たちが忙しい合間を縫って店に来るため、なるべく早く提供できるように席に着くと同時に出せるように麺を細くした。ラーメン店で麺だけを追加注文できる。 かえ玉発祥の店としても知られ、新横浜ラーメン博物館公式ウェブサイトでもそのことが紹介されている。これは一杯のラーメンで足りなかった客が麺だけを注文したところ、店主も心よく注文を受けたため、周りの客も真似するようになったことが始まりだという。具の特徴としては、チャーシューが一般のラーメンとは違い、味付けした豚肉を機械で刻んだ細切れ状のものと、 なっている。替え肉としても注文でき、市場関係者の仕事後の酒のつまみともなっている。丸台から元祖、長浜屋協力豚骨ラーメン、元祖、長浜屋協力、棒ラーメンが販売されている。2009年12月には元祖、長浜屋の元従業員が中央区大手門2丁目に元祖ラーメン長浜家を開店した。場所は当時の元祖、 長浜屋支店の向かいで、玄、元祖、長浜屋店舗から約100メートル離れた名の都通り沿い。翌2010年4月には、全く同じ名前の元祖ラーメン長浜家が、中央区港一丁目に、元祖ラーメン長浜家従業員により開店した。場所は、玄、元祖、長浜屋店舗から約50メートル離れた位置である。元祖ラーメン長浜家の店舗名をめぐっては、 大手門の長浜家が港の長浜家に対して野望の使用差し止めを求めて民事訴訟を提起したが一審の福岡地裁判決二審の福岡高裁判決ではいずれも大手門の店舗側が敗訴している元祖長浜屋の近隣にはこの元祖ラーメン長浜家をはじめ同じく元祖長浜を称するラーメン店が複数あるが元祖 長浜屋は、これらの店舗とは関係ないことをアピールしている。ありがとうございます。